こでやっと、まあ、回復ポイントというかあれがね。ほら死んだよ死んだよ。ほいということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、あれやんね、グレートベイの神殿の妖精を全部集めて、なんかこの左上のねハートマーク、何やったっけ、防御が上がったんやっけ。そう、それで、あのハートの周りになんかね、白いやつがついて、やつ。これで、なんか強化されたってことよね、きっと。ってことなんで、今からね、ちょっとボスに挑んでいこうかと、思います。よっしゃ、挑むぜ。なんていう名前やったっけ、敵。なんか濁点がいっぱいついとったような気がする。すごい曖昧な。あのね、魚のやつ。巨大な魚のやつ。こいつマジめちゃくちゃ強いんよね。強い。いや、アスム曰く、このムジュラの仮面の中で一番強いんじゃないかと言われているらしくって。巨大仮面玉葉具、こいつ頑張ろう。待って、何をどうすればよかったんやっけな。あ、待って、あー怖い。あ、そうや、とりあえずこれで、あ、当たった今マジで。全然当たった気せんかったんやけど、めっちゃ遅くね。これか、痛い。あ、食べられてる。食べられてる。え、これさ、どういう状態。違う違う、待って、あの浮きたい浮きたい。あー待って、来た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 。私の操作が下手くそになっている。ちょっと待って、バリアってどう張るんやった。あぶねー。あぶねー。え、バリアってどう張るんやった。違う、痛いって。あれあれ、これか。RB、OK。怖い。なんか変わったかな？ちょっといまいちよくわからんねえけど。普通にゴリゴリ体力削られてない？あの白い枠はなんか関係ある？まだあれ体力残っとるってこと？残っとるように見えんけど。わからんって。落ちたー！いた。突き飛ばされたんですけど。待って待って待って、え、絶対当たらんやん。ちょっと待って待って、私の操作が下手くそになっている。いや久々ないよねムジュラ。ひー、いやめっちゃ攻撃受けよるって。いや多分ね、最後にやったのはね、あの何、あー、ブレスオブザワイルドの方がここ最近な気がするんすよ。あ、やめて、浮かせて浮かせて。はよ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 。あー食べられた。食べられた。ね、これ体力ちゃんと増えとる？体力が増えるわけじゃないよな、防御力が上がるんよね。え、どういう感じなんやろ。防御力が上がるもよく分かってないんやけど、痛いって。これ普通に死ぬくない？え、普通に死ぬ状態じゃないこれ。何か変わっとんかな、私にはいまいちよく分からんぞ。
違う。つらい。つらい。ほら、普通に死ぬよ。普通に死ぬって。もしかしてあれか？妖精を持っとる状態と同じ感じに。違うよな。同じ感じになって、なんかもう一回分、復活みたいな。違うよね。バチ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 。おっと？これでとりあえず一段階はいけた。いや、食われたって。食われたって。で、あのなんかめっちゃ小さい魚をさ、いっぱい吐き出したんやけど今。あれをね、あの小さい魚たちをやっつけたら、ハートが出るんよ、ハートが。ここでやっと、ま、回復ポイントというか、あれがね。ほら、死んだよ、死んだよ。体力回復したいなぁ。いや、待って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 、めっちゃ普通に食われた。めっちゃ普通に食われた。ね、あの、小魚たちさ、バリアでやっつけれんの。小魚バリア無理やったっけ？覚えてないなぁ。てか、小魚の方にさ、注目、できんの。ゲイ。ほら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 。ちょ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 。そこ。いや、食われた。いや、食われたけど。食われたけど。全然違うよね。食われても全然大丈夫やと思うよね。ちょ、そこの。ね、ちょっと連れて行かんといて。今私、壺に向かって行きよったんやけど。壺の近くに吐き出してくれ。はーい。来た来た。来んな。あれ、私体力2つなかったっけ？来んなって。なって、あ、確かに確かに、あのハート1個の半分しか減らんのやったらだいぶ心に余裕ができるな。ね、なんか割とノロノロ水中をさまよいよっても全然余裕で、しかもハート回復までできるっていう。やっつけたやない？あ、マジで？あれやないん。あの、小魚が出て、2段階目に入ってから、これ、初めての攻撃じゃない？あ、ちっちゃくなった、ちっちゃくなった。あ、カエルにならな、これ。ならんかった。え、あれってカエルになるのは、あれ？何やったっけ？中ボスだけ？普通にボスはならんかったんかな？イエーイ！ハートの器を手に入れた。ライフの限界ワンアップ。おまけに体力全回復。イエーイ。そして仮面ゲット。グヨーグの亡骸を剥ぎ取った。邪悪の仮面に封じ込められた魂が今解放される。はぁ、あ、やったよ。やっとだよ。あ、よかった。ちゃんとこのね、ボスに入ってから24時間、残り24時間ってなっとったけど、ちゃんとクリアできたな。ねえ、聞いて。あんたたちの力を貸してほしいの。このまま放っておけば、この世界は大変なことになるのよ。きっとそれを止められるのは、あなたたちしかいないのよ。これ誰が喋りよん。今一緒におる、妖精？ちょっと名前忘れたけど。トレイルはそれが言いたかったんだわ。トレイルって誰やっけ？ちょっと待って、いろんな記憶がないぞ。と、も、
をたすけて。誰が話しよんか全然わからん。あの巨人が話しよんか。分かっているわよ。あと一人助ければいいんでしょ。あ、え、あとボス一人ってこと。あとボス一人で終わり。その代わり約束してよ、私たちに協力して。え、あとなんなんやろ。どこ戻ってきた。よくやったアリナよ。これでゾーラの戦士の魂も安心して眠りにつけるじゃろ。わしも古の掟に従い再び長い眠りにつかねばならん。じゃがこの辺りに漂う邪気は完全には消えたわけではなさそうじゃ。もう少しここでルルの歌声を楽しんでからお別れするとしようかの。私この世界線でゾーラの岬多分一回も行ってないんやけど多分今行っても誰やねんお前状態よね。それくらい神様もお許しになるじゃろう。フェ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 。私この世界線で多分ね、あれルルおらんやん。この世界線ではさ、スッとここにやってきてルルにボサノバ聞かせただけなんやけどねえ、ゾーラたちの話も聞かずにちゃんと開催されたんかな。あれ今演奏中。お、あ、待って、これになっとくか。あ、ステージで歌えよりやん。ちゃんとミカ、無事に戻ってきてくれたのね。よかった。私の歌声で離れ島が大きな亀になった時はびっくりしたけれど、あなたの弾いてくれた曲、昔母が私によく歌ってくれた曲だったの。あなたもごはそれを思い出するために生まれてきたのね。小さい頃のことだったから忘れちゃってた。ミカオには随分大変な思いをさせちゃったね。だけど私もう大丈夫よ。あ、かわいそうに、ミカオはもうお亡くなりになっているのでは。さあ町のコンサートはもうすぐよ。こうやってね、ゴロンの時もそうやったけど、死んだことにすら気づかれずにこうやって話が進んでいくんやな。つら、リハーサル始めましょう。ワン、ツー、スリー。いいっすね、いいっすね。これルルの歌声？妖精が周りを飛んでいる。次どこなんやろう。あ、動けるようになった。これで準備完了だね。町のコンサートが楽しみだな。え、顔めっちゃ可愛い。え、この子めっちゃ可愛い。いいな。え、これってもしかして生きとる？魚たち叩き寄る感じ。うわー、かわいそうに。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターをフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。